卒の方、フリーターの方、第二新卒の方は DYM 就職、あなたに合った求人をピンポイントでご紹介します。詳しくは概要欄をご覧ください。今日は何をするんですか？今日はみんなのアルバイトの今の課題と今後の施策というかコンセプトを考えたので、みんなに発表するのでご意見をいただいて、それ動画撮らんでいいやつ打ち合わせの打ち合わせだね。それこれでみんなのアルバイトが面白くなりますよというリニューアル告知ですよ。名前はどうする？名前はチャンネル名はこのままで。前変える話しとったやん。それがちょっとダメになっちゃったので。ダメになっちゃった、はい、誰が決めたんや変えようって。変えようって言ったのは僕らが提案したんですけど、結局変えるのがダメで、チャンネルのコンセプトを決めてここからどんどん面白くなりますよっていうの。今はもうつまんないわ。なるほどね。でも決めたんですもんね。だからそれを聞いて私らがうーちゃらこーちゃらって言うんですよね。そうです、はい、文句言ってもいいんだ。はい、あ、いいんですか。なるほど、なるほど。やるのは皆さんなので、やりやすいかどうかっていうのを。わかりました、はい、チャンネル登録よろしくな。まず現状動画上げても企画とか出てる皆さんすごく豪華なので全然視聴回数が回りません。なんか痛いよね。ぐさぐさ。だいたいよくて1000回みたいなとか、チャンネル登録者数も1日に10から20人ぐらいなんですけれども、こんな一流の芸能人が出てるのに恥を知れと。それは違います。怒られてるね。怒られてますかね今ね。でなんでこんな伸びないのかと考えたんですけど、まずチャンネル名とやってる企画が離れすぎてるじゃないですか今。みんなのアルバイトってチャンネル名なのにクイズやったりゲームやったりとか。そう思う。でもアルバイトの話おもんないよな。そうですね、そうですね。DYM の社員が言っちゃダメです。これはかといって、まあ、一応会社の方針でアルバイトを探してる人たちがこれ見てうちのサービスを使ってみようっていうのが最終目的なんで、うん、アルバイトっていう軸はぶらさずにやっていきたくて、みんなのアルバイトというチャンネル名と今やってる企画をどういった統一性を持たせようっていうことで、コンセプトを楽しく稼ぐ、あの時計見ないでくださいね。恐れ入りました。楽しく稼ごうというのをモットーにしまして動画を作っていきたいと思います。ってことは風俗とかも全部実際に体験しに行くってこと？というよりはまず楽しく稼ごうっていうところに出演者側と視聴者側の二面性を持たせます。まず皆さんはこのチャンネルを盛り上げるために呼ばれたアルバイトということで、このチャンネルに出て盛り上げることによってお金が稼げますよと、皆さんも楽しく撮影して稼げるアルバイトという状態じゃないですか。めっちゃ食ってる。だって打ち合わせでしょこれ。確かに。で、はい、ゲームとかクイズもやっていくんですけども、うん、賞金を出します。おお、毎回来たらお金もらえるんや。はい、お金を稼ぎたい皆さんがここで来て楽しくゲームしてクイズやってお金を稼いで帰ろうと。500円とかってやらへんかも。カニじゃないって。よかんない、100円の札持ってくるかもしれへん。いつの時代よ。カニ？ここはまあちょっとお楽しみに。楽しみな。税金の問題も出てくるしな。商品券アマゾンカードとかいいやめっちゃ。そうや、賞金はどういう渡し方にするかを検討します。ビットコインでもいいですよ。ビットコイン。あらまあまあするわ。チンチンでもいい。ああ、一日に一日に就活生の学生さんがイベントできてるのそこからチンチン。今いらっしゃるダメよ。うまい会社って思われますよね。私楽しくそれ仕事できると思う、うん、ありがとうございます。わかりました。はい、いや、何も言ってないです。何も言ってないです。別に。だから出てる皆さんも楽しく稼げますよ。うん、承知だ。はい。で、見てる皆さんも、じゃあ、賞金は出ないんですけど、見てる皆さんは直接は稼げないんですけども、珍しいアルバイトとか、変わったお金の稼ぎ方っていうのをゲストで呼んで、こういう稼ぎ方してますと、こういうアルバイトしてますっていうのを発信して、見てる皆さんはこういうお金の稼ぎ方があるんだと、お金の稼ぎ方も学べますよと。だから今後やっていくのは、ゲスト呼んで、アルバイト事情を聞くんですけども、そのアルバイト事情もメジャーなやつじゃなくて、アングラ系とか変わったアルバイトとか、珍しいアルバイトとか、皆さんが興味を持つようなアルバイトの事情を聞くかなって。人とか。そうですね。はい。でなるほどね。皆さんも稼げるような企画やゲームっていうのをやってて、なんかあんまり変わらない。確かにお金ちらつかせるという。そうです。今まで通りクイズとかアルバイトの話を聞いたり、たいとか何も変わってねえじゃねえか。コンセプトがこういう風になりましたよという。今はクイズやって終わりとかゲームやって終わりだったので、そこに稼げるという要素を。気分的な問題じゃねえか。ってことそしたら売れないみたいにさ、負けたら1年間出れないみたいな賞を作るってこと。1年間として俺早めにそれもうやめたいだけじゃない。なんか取りに行ったりとかしないといけなくなるから映らないけど手伝わされるの。声だけど失礼。それは嫌。それやったら映る。後ろだけにいるから。そうっていう感じでお金を稼ぐというテーマでやっていきたいなと思います。ありがとうございます。お金に困ってますので。ありがとうございます。今日パン1枚しか食べてない。
ちょっとカンパしてくれる？なんでそんな股間もじもじしながらカンパしてくれるの？短いなズボン。地上だっけやで、ね、それ。違うの。地上の。頑張ってんなおかま。あ、私思うの、ただのゲイを見て何が楽しいのって。確かにな、私本当にもう生活を切り売りして YouTube 出てるわけですよ、うん、本当はこんなことしてたらモテないんですよ、ゲイっていうのは。こんなホゲ散らかして徐々にフェードアウトしていく感じに編集しといてみんなのアルバイト。でもね、お姉やったら仕事が増えたのよ。本当お姉じゃないんですか？なんでそういうこと言うの？そういうこと？バレた。ビジネスを聞いたあかんねん、そういうのは。本当はめちゃめちゃ男らしいんじゃない？でもこうだから多分呼んでくれてるんじゃない？みんなのアルバイトさんも。達也がワイルド達也やったら呼ばへん。今の達也さんだから。そう、ワイルドだったらダメだった。みんななって自分もそっち系に。あなたは何言葉があるから。同じキャラ何人もいたってうるさいだけだから。じゃあ何でも言えばもうチンポキャラじゃない？チンポキャラは嫌やねん。じゃあったらお姉キャラの方が確執高いやん。そうなの？チンポキャラなんてもうゲのゲじゃない。チンポチンポ言うだけって小学生やん。結構言ってますよ。ちょっと待って、達也の方が俺は言ってると思うよ。いいえ、これは本当に心外です。いや、達也はすぐチンポの話する。昨日も一緒にお仕事させてもらってたんですけど、ずっとチンポの話してたじゃない。あんたなんてそのチンポ見に行ったじゃないか、近くまで。何のお仕事だよそれ。嗅いでたじゃん。嗅いでないよ近づいただけ。でもよかったね、お姫様抱っこしてもらってね。アンダーウェアの